生きるのに欠かせない水能登の震災は上下水道に頼っている生活がたやすく危機的状況に陥ることを物語っていますまあ水ですよねこの家よりも起こったらまあ、大変だなと子供もいるので人事ではないなという風には感じてます市としてとかあのちゃんと やってもらってるのかなっていうところが心配になりました。名古屋市森山区。ここではある重要な工事が行われています。川から、えー、浄水場へ向かう、えー、と導水管の、えー、耐震化の工事を行っています。外側にある管がの古い管になりまして、その中に新しい管を敷設しまして。 磯川の水を名古屋まで運ぶ導水管、その取り替え作業です。およそ100年前に付設された古い管の中に、大きな地震にも耐えられる最新の管を入れて交換していきます。能登の被災地では。 川の水を浄水場まで引く導水管浄水場と水をためておく排水池をつなぐ送水管そこから各家庭に水を運ぶ排水本管こうした重要な水道管が多く破損したことで復旧に時間がかかっているのです。 浄水場から飯田排水地に送水する缶の仮設排水管を敷設している最中です石川県珠洲市では破損箇所を探す手間を省くため仮設の管を地上に設置する作業が行われていますが今もほぼ全域で断水が続いています 主要な水道管の耐震率を見ると、石川県は36.8%。全国平均を大きく下回るのに対し、名古屋市は79.9%。全国でもトップレベルです。また、いざという時に備え、こうした主要な水道管や水道施設を複数化することにも、 力を入れています木曽川から水を取り入れる取水口は犬山市と一宮市にある2カ所浄水場は春日大春、筑作の3カ所ここを複数の水道管で結んでいて災害でどこかに損傷が起きても市内全域に水を供給できるようになっています。 そして家庭に水を送る排水管についても名古屋ならではの取り組みがどこの管を耐震管にしていこうかというところでやはり経済的にもそれから時間的にもかかることなので一気には工事できませんのでそういうふうにあの優先順位をつけてやっています名古屋市の地中に張り巡らされた排水管をすべてつなげると 実におよそ8400キロ名古屋からアメリカのサンフランシスコまで届く距離ですこのすべての耐震化にはまだ30年以上かかる見込みですが病院や避難所となる小中学校など災害時水が必要になる施設への排水管については 本年度中に耐震化を終える予定です。耐震化に使われるのがこのダクタイル鉄管。管自体が頑丈な上、接続部分がある程度動くため揺れにも強く、過去震度7の地震でも被害はありませんでした。しかし今回の能登半島地震では。 和島市内2カ所で耐震管がが外れれているのの確認されたのです耐震管は被害が出ないという地震対策の大前提を揺るがす事態に専門家はこれまでの耐震管震度7のその地震動ではと被害がないといっても万能ではありませんので非常に大きな斜面崩壊で道路幹路ごと流されたと。 いうようなそういういところではあの限界を超えていたのだろう名古屋市は南海トラフ巨大地震の発災直後市内のおよそ3割にあたる35万7,000世帯で断水が起こると想定していますがこれも耐震管は被害ゼロという前提の数字もし耐震管が破損すればその数はさらに膨れ上がることになります。 想定通りになかなか地震は起こってくれないというところがありますのであまり想定に頼るのではなくて最低限の備えはどこでもやっておくと名古屋さんは準備周到に行っていると思うんですけどもやはり断水は確実に起きます最も大事なのが飲み水の備蓄名古屋市は最低でも一人当たり 一日三リットルを三日分、計九リットルの飲料水を備蓄するよう呼びかけています。まずはあの自叙というところで、まあご自身、えご家族、あとまあご親族の方だとかですね、そういった近しい方のまああのしっかりですね命が守られるようにということで備えておくことがまず一番大事か大事かと思っております。この地方でも。 必ず起きる大地震、そして必ず起きる断水。行政の対策には限界がある中、まずは一人一人が備えるしかありません。